皆さんこんばんは、編集者のもずくです。今宵の怪談は村上ロックさんで見てはいけないをお送りいたします。それではご覧ください。いや本当にね、もう僕もちょっとつながり明確じゃないお話しようかなと思うんですけど、うんうん、これもでもね、どうだろう、言ってしまったらちょっと怪談とは言い難いかもしれないんですよ。ただ本当に嫌な話なんですよね。なんか去年の夏か、うちのこのスリラーナイトによく来られるご常連様のご夫婦がいらっしゃって、はい、で群馬に在住の方たちなんですね、うん、で僕プライベートでもすごくよくしていただいてて、うん、で去年の夏に、まあ、たまたまね、僕ここのスリラーナイトの仕事を2日間休みがあったんで、そのご夫婦が、うん、ロックさんよかったらね群馬に遊びに来ませんか、うん、温泉入りに来ましょうって誘ってもらったんですよ、うんうん、あ、いいですねって、夏の暑い盛りだったんですけど、群馬に。そのご夫婦もね、私たちもまだ行ったことのない、人を見つけたんで、うん、で向かった先が、みなかみという地方なんですね、うんうん。で、本当にこう、山あいにありまして、うん、もう綺麗な風景なんですよ。うんうん、で、まあ、やっぱ山の方なんで、だからなのかね、気温もいくぶんかこう、ひんやりしてて気持ちがいいんです。もう本当に江戸時代から続く宿場町が残ってましてね、綺麗なところで、わあいい風景ですねって言ってたら、このご夫婦の奥さんの方が突然あって言い出すんです。どうしたんですかって言ったら、私今ちょっと思い出したんですけど、この奥さんが今現在仕事上で付き合いのある、50代か60代ぐらいの男性がいるそうなんです、うん、でこの男性というのが今から数十年前解体業のね、会社を持ってた、うん、社長さんだったらしいですね、うん、でそんなある日、このみなかみ地方から仕事の依頼が入ったと。で行ってみましたらね、古い大きな日本家屋、もうお屋敷だって言うんですよ、うん、でそこの家主が出てきて、いやーこうね、もう家も古いんで取り壊してほしい、全部解体してほしいんですよ。ああそうですか、わかりましたって言ったら、その家主がでね、作業する前にね、ちょっと見てもらいたいものがあるんですって言って、縁側の下、縁の下をね、こう懐中電灯でふっと照らす。で、この解体業の人もね、何ですかってこう覗き込んだら、縁の下ちょっと行ったあたりにね、地面に何の動物かわからない、犬よりも大型の何かの動物の頭蓋骨が置いてあるんですよ。で、その頭蓋骨っていうのが、口に小皿加えてるんですよ。なんすかあれって言ったら、家主が、うん、まずね、取り壊す前に、あれをね、全部掘り起こしてほしいんです。土掘ったら、中に胴体部分も入ってますんで、それをね、全部掘り起こしてほしいんです。ただ、それね、掘り起こした後、あまり見ないでほしいんですよね。って言いながら家主、また縁の下から何か別のものをスッと取り上げて、自分の懐にしまうんですよ。で一瞬チラッと見えたのが、このぐらいの大きさの額に入った白黒の写真だったんです、うん、で写ってたのが和服姿の女性だったと。それが一瞬チラッと見えたっていう説明を受けたんで、分かりました。あとね、これ2階もあるんですけどね、2階にもちょっと部屋があるんですが、そこにね、お香炊く容器がねあると。でそれはね、もう取り壊した後業者さんで好きに処分してくださいって言われて、この解体業者さん、まあ、掘り起こしてね、屋敷も全部取り払った、うん、でその香炉ってのも見つけたんですけど、素人目にもこれ高価だなってのは分かるんです、うん、で売ればまあ幾分かの、ね、お金になるんだろうなと思うんだけど、なんだかこう手元に置いとくのが気持ち悪いと思ったんで、まあ、作業がね全部終わったという挨拶があったら家主に返しに行ったと、まあ、無事作業終わりまして、でこれはねお返ししますって言った時に、家主の第一声が、おお、ご健在だったんですね死ぬって思われてるんですよ。この業者死ぬだろうなっていう前提でその依頼されてるんですよ。おそらくね、その掘り起こしてほしいって言われた何らかの動物の骨、あまり見ないでくださいって言ってたけど、本当にちょっとでも見たらまずいものだったんじゃないかな、うん、おそらくなんだけど、あの屋敷に住んでたね、写真に写ってた女性、何らかの呪術に携わってたんじゃないかな、うん、
まあ、そんな話聞かされてね、ゾクッとしてたら、直後にまあこの奥さんね、うん、あ、で、六さん、今晩泊まる旅館、すぐそこですからって言って、怖いですよっていう思い出がありましたね。歴史が古いところっていうのは、それだけいろんなものがやっぱありますよね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。